株式会社クインテットはかつて存在したコンシューマーゲーム機向けのソフトウェアメーカー。本社があったボヌール長山。神奈川県川崎市浅尾区南黒川にある川崎マイコンシティ南黒川地区にて1989年4月設立。後に東京都多摩市長山にあるマンションに移転している。社名は音楽用語のクインテットから。当初はプログラマー。 企画、グラフィック、サウンドの4つの要素からカルテットにしようとしたが、同地にカルテットを関する会社があったため、プロデューサーを足した。初代代表取締役社長は、日本ファルコムのイース、イース2のなどのメインプログラマーだった橋本正也。2代目代表取締役社長は、同ゲームのシナリオライターだった宮崎智義。その関係から、 スーパーファミコン発売から間もなく発売された、諸女作、アクトレーザーの音楽ではインスを手掛けた、古代雄造、キャラクターデザインは、古代雄造の実前である、古代ヤノが担当し、特に、古代雄造が担当したサウンドに関しては、オーケストラを彷彿させるということで、ユーザーから高い評価を受けた。その後、スーパーファミコン用アクションドールプレイングゲームとして、 発売されたソウルブレーダー、ガヤ幻想機、天地創造を合わせてソウル三部作、またはクインテット三部作と呼ばれ、同社独特の創造と破壊をテーマにした世界観を確立、多くの固定ファンをつけることになった。ディスクメディアが主流となり、開発費が高騰する中、ゲームアーツが中心となって設立した GD ネット、GD ネットを母体とした、 ESP に参加し、セガサターンに参入。アルマニックで取締役開発部長を務めたナナジョーをディレクターにコード R を制作した。ナナジョーは後にクインテットから分社したジャイアントセブンの代表を務める。1995年には子会社としてシェードを設立。シェードの代表取締役には日本ファルコムやクインテットでグラフィッカーを務めていた。 横田浩二が就任。クインテットと共同でプレイステーションの作品を手掛ける。しかし、2000年頃を境に同社開発を明記したゲームは減少し、晩年は開発した受けを行っていた。クインテット公式サイトは2008年3月頃まで存在していたが、その後消滅し、QURL は現在別会社のものとなっている。また、 消滅前の更新では2002年2月26日のものが最後であり、消滅まで長い間更新されなかった理由は不明である。公式サイトには少なくとも2002年3月29日までは掲示板が存在していた。だが、同社の近況報告が全く出てこないことに痺れを切らしたファンによる怒りの声が掲示板にあふれた。これに対し同社のスタッフから、 現在は外部に提供できる情報がなく、また掲示板は閉鎖する旨が書き込まれ、掲示板が閉鎖される一幕もあった。同社の情報が公式に発表されなくなった以降の動きとして、2002年3月29日に公営より発売されたゲームボーイアドバンス用 RPG マジカル方針の開発が挙げられる。マジカル方針の著作権表記にはクインテッドの名は一切ないが、 開発者の一人が、クインテッドが開発したことを明らかにしている。また、ゲームボーイアドバンス用ゲームソフト、スーパーロボット対戦シリーズのエンディングで、サウンド担当として、同社の名前が記載されている。2005年3月24日発売の、イース3ワンダラーズフロムイースでは BGM を担当していたようだが、アレンジの出来はあまり評判が良くなかった。その他、 ネット上の有志の手によってゲームのエンディングクレジットにクインテッドスタッフの名前が掲載されているゲームソフトがいくつか確認されている。このことからわかるように晩年は最盛期とは異なりクインテッド制作を明記せずに様々なソフトの部分的下請け開発を行っていたようである。フライトユニット代表の安藤博之はツイッターにてクインテッドは倒産したという旨のツイートをしている。 会社概要、web.archive.org2019 年7月28日閲覧。黒川はこんなところ、web.archive.org2019 年7月28日閲覧。会社概要、web.archive.org2019 年7月28日閲覧。セガサターンマガジン149号。 p176 から1777条本人の、Facebook より電脳有儀、f l i g h t u n i t c o 株式会社フライトユニット。2013年3月29日閲覧。見払い倒産が、クインテッドの一件だけ。2012年5月4日。2013年2月22日閲覧。シェード公式サイト開発製品 https。 twitter.com, アイゼン76、ステータス、120三3099兆5636億7590万 6048?s="https" イコール t コロンスラ,スラッシュスラッシュメディオドットビジースラッシュアイテムドット php, cc="5&", イコール5アイテムイコール ="4 兆5601億3 2 9万1 9クインテット公式サイト会社概要 ありがとうございます。